はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。やってまいりました。やっとですよ、グロリアスマスカレードイベントスタートです。やったー今年も俺たちのハロウィン始まったないや本当にもうね、今日も仕事どころじゃなかった。早く帰りて、早く帰りてって思ってちょっぱ屋で片付けてきまして、まずはですね、私としましてはイベントストーリーもね、気になるところではあるんですけれども、ガチャしようぜということで、アズールアーシェングロットくんのマスカレードドレスをお迎えに、わー、タイトル画面すごい、タイトル画面がやっぱハロウィンの時期ってタイトル画面も変わるの、スケモンも良かったけどね、すごく良かったんだけれども、いやー、これどうなってくるんだろう。これあれかな、ノードナダムネンダーの新しい学校のあれなのかな、外観なのかな。あ、はい、お迎えはジャミルバイパーくんです。ジャミルバイパーくんのアリアブナーリア、ヤーサミーナシルクバージョンです。もう可愛いからスクショ撮っとこうはい、でスクショ、全然関係ないとこでスクショ撮るっていうねはい、ということで早速、ガチャ会場に向かおうかなと思います。すさまじいんですけど、あ、ごめんなさい、地鳴りみたいな声出ちゃったはい、ということで、アズールが欲しいんです。エペルはきっと香水メーカーになると思いますので、早速10連の方からマジカルキーがございましたので、こちらの10連キーから、していこうかと思います。グーリームは来ないね、まあいい、まあまあいい、グリムは来なくてもあとは鏡さんですよ、お願い、オーナシャツ鏡、オーナシャツ、何時の魂の形を見せよいざらないか、まあ何時だから、まあ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 期待はしてもいいかな、初っ端だけれども。さあ、ここ大事、ああ、イグニハイドですか、イデアシーじゃない、オルトキューン。はい、一発目は、一発目って言っちゃった一連目は、オルトシュラウドくんがいらしていただきました。次、おお、ディアゾだ、あ、マル様なのか、あ、セベク、SR 実装おめでとう、すごく良かったね、顔、あの挑発的な顔めちゃくちゃ良かったよ、セベク、ジグボルトくん、おマレ様、あ、おめでとうございます、マレ様、イベント初 SSR 実装、すごいエッチでしたいや、とんでもなくエッチですよね、あのマレウスドラコニアのアビル様ですが、すごかったですよね、あれ、ちょっとよく分かんなかったんだけれどもね、全身タイツだったね結構タイトな感じかなって思ったんですけれども、どうなのかな、あれ、あー、シルバーだ、シルバーもね、 R 実装おめでとう。今回リアソがねすごい多いんですよ。でもすごく、その今回のグロリアスマスカレードの、まだイベントストーリー見てないですが、やっぱりなんかディアソ感が出てますよね、すごくこうね、耽美な感じがするから、ディアソ組がね、こういう、おっとっとあ、これもしかして、あ、エペペだすごく顔がいい、とりあえずセリフ聞きましょう。うーん、かわいい、すごくかわいい、あれ、っていうかちょっと待って、このグロリアスマスクなんだけれども、我が職場にあったやつと酷似しているんだがあ、エペペだ重ねてくるね、ちょっと画像も載せときましょうかね、こういう感じなんですけれどもえ、これもしかしてエペルのでは孫うことなきグロリアスマスクなのだがあ、また、これは重ねてきますね、うわー、香水メーカーになりえそうだぞ、早くも、あと2回来たらもうあれだよ、香水メーカーだよ、あ、終わりましたね、はい、最初の10連が終わりまして、まあまあまあ、これぐらいね、エペルがいっぱい来てくれてれば、ちょっとアズールへの布石というか、少し兆しが、見えている気がしてきます。ああそんなこと言ってる間に羽が1枚になりましたが、鏡さんが、まあ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 いいでしょう、
すごく上から目線になっちゃったけれども、まあいいでしょう。いや、とりあえず課金はしたくないんです。私だってさね、ジャックハウル君ね、ジャックハウル君みたいに課金したくないんです。私ポートフェストみたいにね。え、おー、来るか、来ない、あ、これは絶対に、おー違う、ハーツだ、あー、マブだいや、エペペが香水メーカーになるのはもう必然ではあるんですけれども、ワンチャンこの前の去年のね、スケモンのハロウィンみたいに、例えばね、ジャミル・バイパーくんとか、セベク・チグ・ボルトくんとか、別なね、まだピックアップされてない、今回の限定カード出てきてくれないかなーなんてはちょっと思うんですよね。どうかな、来てくれるかな、ねえ特にジャミル・バイパーくんを欲しているんだが、もう一日でも早くジャミル・バイパーを拝みたいんですけど私。いや、だってさ、 SR であんなエッチな表情するやついますあ、ごめんなさい、セベクもエッチでしたわいや、みんなエッチなの、本当に。今回のマスカレードドレスの表情がもう全部オスカラビアじゃない、これジャミルカリムくん初スカラビアはカリムくんの制服でした。まあすごい、あ、これは香水メーカーになりうる男でしたこれは絶対で、そうですね。いや、着々とか、 あと1回で香水メーカー関突ですね。まあ来るでしょう、絶対にねあ、はい、エポム続きますね。これは R で、ビル様ビル様、あら、さっきも来たから、ビル様も結構率高いですね。ホームにちょっと寄ってきているの、スカラビア、これもしかして、あはー、ジャミル・バイパーくん、あららら、ジャミル・バイパーくんね、今回すごいマスカレードドレスだったはい、終わりました。20連目が終了いたしましたね、あっという間です。はぁ、あ、石がなくなってきたね。アズールお願い。私課金したくないんです。確かにアズール。おぉ、羽が2枚だ。よし、お願い。いざって、いざって、いざって、お願い、アズール、お願い、アズール、お願い、アズール。闇の鏡に導かれし。ああ、ダメかもしれない。アズール的には確かに稼ぎ時かもしれないですけれども、今まさにメガネを光らせているであろうと思いますけれども、でも私的にはね、ほう、そうなの。マル様もいるの。イデヤ氏もマル様も欲しいのだから、お願い、アズール、わかりますよ、召喚たくましいの、わかるあ、ジャミル・バイパーク、うわー、浮気ごめんなさいすごい今課金に震えてたんですけれども、あ、はい、エペペですね、貫突しました課金に震えてたけれども、もうジャミル・バイパーくんの脇で全て持ってかれた、ごめんなさいいやー、ほんとジャミル・バイパーという存在って素晴らしいですよね。もう本当に課金に震えてた自分がバカみたいに思うありがとう、スカラビアじゃないの、最近よーいいや、ほんと今回ジャミル・バイパーくんめちゃくちゃ来てくれてるじゃないですか。何このサービス精神、今までなかったんじゃない、これ最近なかったよ、こんなね。おお、ジャミル・バイパー大会ありがとう、ありがとう。うん、来ない、あーん、香水メーカーかな、これは絶対、あー、香水メーカー、初香水メーカーですね。ありがとう、エペペの匂い、どんな匂いなんだろう香水今めっちゃ気持ち悪いこと言っちゃった、ごめんなさいね。いや、ほんと、もう香水メーカーになったので、エペペが、いや、もうアズール、アーシェングロットくんが来るばかりですよね。え、わかるよね、アズール、アーシェングロットくん。あ、はい、次は、運動着姿のエペペが来ましたね。いや、可愛いんだよね、マスク、おっと来るか、うーん、わーん、香水メーカーそうなの、なんかね、お目目がね、まあ、マスクしてるから、なんかね、すごい、よりも目が大きく見えるの、すごい来るね、グロリアスマスカレードバージョンのエペペがはい、次が40連目、もう石が結構ないよ。うわ、羽は2枚になってくれてるんだよな、ありがたいことなんですけれども、いざってはくれない。お
お願いしますね、本当お願いします。早くしないとグロリアスマスカレードじゃなくてグロテスクマスカレードになっちゃうよね、私がね。お願いお願い、カニムくんグロテスクマスカレード寸前です。お願いね、お願い。カキ、おお、これはオクタだ。あ、初オクタ。おお、ズーラーシェングロットくん、よかったよかった、やっとアズールが来てくれました。これは兆しが見えてるよね、そう思いたいの私はお願い、まだ50例も行ってないけど、そろそろね、ロレツと喉がやばいの。仕事頑張ってきたの、本当に仕事頑張ってきたの、最近よく言ってるけれども仕事シーズンだから忙しいんだけど頑張ってきたの。今日もね、お店に来た子供がね、ちょっとイヤイヤ気でねダメーっていうのね、アメーって言ってたの、すごく可愛いって思ってすごい雑談しちゃった全然関係ない話しちゃった。あー、イデアシだ。うわー、イデアシかわいい。でもね、今回単発なんですよね。今回がね、さ、あれどういう原理なのね。どうなってるのあれ。結んでるわけじゃないですよね、イデアシね。すごい欲しい。あれ、単発のイデアシ最高って思って。まあそれはね、リーチ兄弟とおそらくガチャが被るであろうって、11月4日におそらく実装に。なるかと思いますので、それもね、本当にガチャ会場かぶせてくるよね。で、うわあ、来た来た来た、あ、これ絶対そうじゃん。あ、歌ってオクタ色だよ、オクタ色。街に響く鐘の音まで僕らを歓迎してくれている。うわうわうわ、ありがとう君そういえばユニオンもコスパ良かったよね、すごいコスパいいじゃんあー、よかった、課金しなかった、しかも意思ちょっと残ってるありがとうございます、皆様勝ちました喉もギリギリ潰れませんで、まあ、潰れかけてるけどまあまあまあ、40連できたらこれは勝ったでしょう、よかったです、これで私来月もガチャ回せそうです、あ、というかあとレイも回せそうです、よかったは、言葉にならねえまた、トレイのブルームもこれでウキウキ気分で回せるかと思います、そちらの方も後日、まあ、数日後にアップしようかなと思いますので、ご覧いただければ幸いです、ほんとよかったということで今回の動画はここまでです、ご視聴ありがとうございました、ウポマツです。